国鉄式700系貨車は1961年に製作された日本国有鉄道の大物車である超大型変圧機を輸送するための貨車である日立製作所カサト工場で1961年10月13日に一両のみ製造された日立製作所が自社製品輸送目的で所有していたため私有貨車である同社内では 280トン石、式マイナス705などの故障があった。車席は国鉄に移されていた。最大積載重量は280トンで、実際に280トンの変圧機の輸送に用いられた。280トンの荷重は、狂気鉄道史上世界最大の貨車として知られている。車体の種類は、大物車の積載方法による分類からは、 釣り掛け式やシュナーベル式車、シュナーベル車などと呼ばれる。国鉄の形態分類では B 型になる。外形は前後対象の形状となっている。台車の配置は軸配置で言うと、車体短側から車体中央までで4軸台車が2台、車体中央側に3軸台車が2台となる。車両全体の車軸総数は28軸である。 同じ軸数の台車は2台1組で、台車新皿を介して、台車上枠で連結される。4軸台車の台車上枠と3軸台車の台車上枠の間は、大型の枕枠で連結される。枕枠上には積み荷を積載する荷受け量が、載せられている。車体の各部構造は後半を溶接した、ガーダー構造で、軽量化のため4組の台車上枠は中量のみの、 構造とた。全体の軽量化と強度確保のため高張力鋼を用い、補強板は外部に露出させて設けた。外部塗色は黒色である。空射時の全長は38,490ミ、mm、リメートル。赤車時は最大で47,840ミ、mm、リメートルに達する。地長は111.4トン、荷重は280トンである。これらの諸元はいずれも、 国鉄の営業用貨車では最大のものである。最高速度は空車で時速 65km、赤車で時速 45km である。車体は積み荷の積載前に、荷受け量の中央部分で前後方向に完全にに分割され、間に積み荷を挟み込めるように十分な距離を離される。荷受け量の積み荷に接する部分と積み荷の荷受け張りに、 接する部分の各々の下部にはヒンジが設けられており、巨大なピンを差し込んで連結する。積み荷上部は、積み荷自体が自重で沈み込む力により、荷受け両上部の圧着座に固定される。このようにして、前後に分割された車体に一体化された積み荷は、車両構造の一部と化する。荷下ろし後は、圧着座同士が接触する様に、車体のヒンジを介して、 先に分割された前後の部分を連結し、車体を元の状態に戻す。荷受け、量と枕枠の間には特殊な工夫が施されている。車体重量の増大と曲線通過時に2つの荷受け張りに挟まれた積み荷が線路内側に張り出す変異を抑えることが目的である。これらは社長の増大が原因となる。荷受け量の回転中心である心皿を 車体中央側に寄せ、荷重を負担する側受けを、より車体探索となる荷受け量の終端に設けることで対処した。ここで、側受け部はコロで、曲線通過時に横方向の変異を許容する構造とした。移動側受け方式と呼ばれ、片方が側受けを容易に動かせるようにコロになる。コロには、車輪上ではなく、球状のものを採用した。大型の 軸受け高級である。これらの対応で曲線区間の通過性能向上と各軸の負担重量均等化を図った。移動側受け方式はドイツで始められ、日本では先に式600経貨車で用いられている。台車は軽量化と強度のバランスを重視して設計され、本形式独特の特殊なボギー台車となった。台車内で隣接する車輪の軸は、 4軸台では2軸ずつ、3軸台車では3軸全部が、釣り合い針で直結され、一体化されている。釣り合い針の軸箱管には、台車の側面に垂直に円筒状のオイルダンパーが、取り付けられた。コイルバネと共に走行中の上下振動を吸収する。800mm と小径の一体圧縁車輪や、使用頻度を考慮した厚みの薄いタイヤ。 薄肉中高の特殊なものを利用した軸箱などで重量を抑えている。同様の理由から軸箱装置を両側から支える軸、箱盛りは持たない。なお、中空車軸は当時、大物車ではすでに常識的存在となっていた。ブレーキ装置は自動空気ブレーキである。国鉄貨車で汎用的に装備された計三導弁と UC 型ブレーキシリンダーを用いている。 従前の大物車同様に、手動式の赤空切り替え機構をつけ、ブレーキシリンダピストンの有効面積を変化させて、積み荷の有無で非常に大きく変化する、ブレーキ率に対応している。一台車に二組を搭載し、車両全体での相当載数は16組となる。留置ブレーキは回転ハンドル式である。ブレーキ周には、レジンセーリングを一輪ごとに1個使用している。 目的は軽量化だったが、当時の従来型大物車で保守上の大きな問題だったブレーキーの交換頻度を減らす効果が予期せず得られたとされている。本形式は製作時より常磐線の日立多賀駅に常備され、近隣の日立製作所国部工場で製作された超大型変圧機の輸送に使用された。1968年10月。 国鉄ダイヤ改正では最高速度実ロ 65km 以下の低速貨車とされ、識別のため車体側面に木1号の帯を配した。その後も使用され続けはしたが、各種情勢の変化に伴い余剰となり、1982年6月17日に除籍され、後に解体された。ありがとうございます。